使わせてもらうぞ貴様を。ベジータさん、あんな奴に操られないで。ベジータ、俺はやはりバビディの術に。そんなベジータさん、うるさいぞお前ら。俺を誰だと思っている。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。何？自分の意志でバビディの術を。俺はカカロットと戦いたいだけだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらう。だが俺も貴様以上の特訓をした。天才である貴様との差を埋めたのだ。こんなくだらん戦いはさっさと終わらせて、俺の実力だけで貴様を倒す。それだけが俺の目的だ。さすがだベジータ。それほどまでオラと決着をつけたかったとは。ならさっさとやっつけちまわねえとな。はあ、なんだよそれ。この僕の家来になる気はないって。許せない。もういい、行け、ダンプラー。はっ。俺を家来にしようなど、プライドを傷つけた落とし前をつけてやる。うわあ。全然パワーがたまらない上にダーブラまでやられるなんて。これじゃあ魔人ブーを復活できない。ここは一旦逃げるしか。おい、俺をコケにして逃げられると思っているのか。魔人ブーの弾を破壊できました。石にされた人たちも元に戻ったみたいですし、これでもう安心ですね。ありがとうございました皆さん、そしてベジータさん。これでこの宇宙の平和が守られました。宇宙の平和などどうでもいい。俺はただ邪魔を排除しただけだ。何せ時間がないものだからな。あ、そうだ、早く会場に戻んねえと大会が終わっちまう。大会が終わっていようがいまいが関係ない。俺と戦ってもらうぞカカロット。随分と待たせちまったな。ああ、今日は全力で行かせてもらうぞカカロット。待ってくれベジータ。俺らたちが本気出したら大変なことになっちまったろ。何？こんなとこでカメハメが撃ったり、スーパーサイヤ人で戦ったら街がぶっ壊れちまうぞ。周りにみんなもいるしな。
わかった。純粋に力だけの勝負ということだな。あ、俺はずっと貴様を倒すことを目標にしてきた。行くぞカカロット、最強のサイヤ人はこの俺だ。カカロット、ベジータ、うわー、ベジータ選手勝利、孫悟空選手に勝利しました。メタ、メタ、強えな、ベジータ。オラの負けだ。天下一武道会エキシビションマッチは、ベジータ選手の勝利です。素晴らしい戦いを見せてくれた二人に拍手を。貴様、まだそんな力を隠していたのか。純粋な戦いの技、おめえの方が今上だ。ほらももっとあの世で修行しなくちゃな。そうだ、ベジータもさっさとあの世に来いよ。強い奴らがゴロゴロいて修行もし放題だぞ。物騒なことを言うな。俺はまだ死ぬつもりはない。調子が狂うぜ。修行の手を抜くなよカカロット。また俺に負けたくなければな。ははは、勝っても負けても相変わらずだなおめえは。じゃあな、ベジータ、次はあの世で戦おうぜ。次も俺が勝つ。俺がナンバーワンだ。